最近白髪が増えた気がするユトクの動画です。今日紹介するのはこちら。s h フィギュアーツのバトルホッパー仮面ライダーブラックサンバージョンでございます。前回の動画で喉死んでおりましたけどもなんか復活してきましたということでブラックサンのこのバトルホッパーがようやくフィギュアつツに来ました。今回はあの胸のパーツだとか目が赤く光ってる状態のパーツとかも付属するのでそういったところもメインになるんじゃないかなと思います。じゃあ開けていきましょう。 はい、取り出しましたと。とバトルホッパーでございますと。いや、バイクのフィギュアズ自体が、まあ、若干久々な気がするけども。いや、かっこいいね、やっぱり。あの、仮面ライダーブラックのバトルホッパーとは全然違うね。まあ、現実に即したようなバイクにはなっているんですけども、なかなかごついスタイルなので、かなり見た目も良好ですね。細かい造形とかも良さげな気がするということで、細かいとこ見ていこう。はい、まずはお顔というか、カウルの部分ですけども、こんな感じで、 バトルホッパーの顔がありますね。目はクリアパーツになって でいるので見た目的にも良好ででございいますすかかなり細かい造形ですよね素晴らしいし、こうやって上に上げると触覚みたいというかアンテナもしっかりありますと、まあ、初見でこのバトルホッパーを見た時は仮面ライダーブラックのバトルホッパーみたいに意思があるのかと思ったんですけども全くそんなことはなくてマジで移動手段とだけ使われておりましたねタイヤはこのようになっておりますねシルバーの塗装とかも残されておりますしこういうチューブのね 造形もしっかりありあますともちろん回転させることも可能エンジン部分の造形は相変わらずねフィギュアーツのバイク系は細かく再現されておりますね塗装とかは申し分ないでしょうねこの辺の上の辺りのまよくわかんないなんかランプっぽいやつもしっかりクリアパーツになってますねスタンドもしっかりあるので立てることもできます今回こういう透明な台座も付属しましてこうやってバイクを乗せることができますで後部に回るとこんな感じでマフラーが長いのがついてるんで ですよね、これもかっこいいですね結構あんま見たことないタイプのマフラーかも反対側からも見ていきますけどもこの辺も特段塗装とかね造形変なところもないんじゃないかなとは思いますそんなに劇中でしっかりバトルホッパーが眺められるようなシーンとかないですけどねまあまあでもかっこいいからいいでしょうハンドル周りとかこのようになっておりますねなんかボタンっぽいのもありますし給油口とかメーターもこの辺にあるんですね、まあ、本物のバイクがベースになって てていいるるとと思うんですけども何がベースになっっのか僕ちょ分かる人いたらちょっと教えてくださいと。で、シートの部分もこのようになっております。付属品にはこのバイクの持ち手首パーツ付属しております。しっかりね、ブレーキのところに指をかけたような状態になってます。 今日は牛肉が食べたいので、牛柄のエレキングを生贄に捧げて、はい、来ました。小峠カルビ太上さんの牛肉ができました。味噌漬けカルビと、カレー漬け牛カルビ。これ食べようぜ。 えいできました。うまそう。早速いただきます。ほかほか。うん。うまい。で、これがたれ漬けの方です。はい、いきます。バカうまい。これが夢じゃなければいいんだけどな。えうわ、夢やん。おっ、俺は。もっと概要欄を見ろ。これはまさかクーポンコードがあるやつだ。早速僕の動画の概要欄を見てみようぜ。 ということで、スイッチフィギュアーツのバトルホッパー画面ライトブラックさん細かいところ見ていきましたと、まあまあ造形周りはいつものアーツのバイクということで大きな違和感はないように作られておりますね。塗装周りも良好ですよ。いや、バイクのクオリティほんと高いからね、もっと出してほしいですよね。地味にね、このカウルの部分とかちょっとウェザリング入ってるので見た目的にも非常に情報量も多くてよくできております。で、肝心のこのブラック さんをしっかかり乗せられるることととができるののいうのとサイズ感どうなのよっていう話ですよね。一緒に並べて立たせてみるとこのぐらいのサイズ感なんですけども、どうなんだろうなもうわかんないよね。ちょっとちっちゃいのかなわかんないな。まあいいや、乗せてみますか。乗せやすさとかも結構重要ですからね。まあアーツのバイクで乗せやすいなと思ったことは多分一回もないですけどね。ハンドルを。 持たせることは、まあ容易ですよ。専用の手首パーツですから。で、足はここですね。で、しっかり腰を下ろしつつ足を乗せられるのかという話ですよね。そんな悪くはないのかな。それなりにちゃんと。 乗せられてる気はする気すまあこんな感じかなやっぱりね足をここのフットのところにつけようとするとお尻が浮いちゃうんですよねああまあできなくはないかでもかなり大股大股開きなんですよねやはり若干 小さい気はするんだよね。かなり腰痛めそうなね、乗り方ですよね。あんまり横から見ちゃいけないですよ、フィギュアーズのバイクっていうのは。やっぱ前から見させれば、それなりに良くは見えるんじゃないですかね。悪くはないかなとは思いますね。で、台座使って乗せてみますか。このような感じになりますと。ああ、まあ、そんなに悪くないか。やっぱ足の調整が一番めんどくせえかなとは思いました。あ、でも、楽器はやっぱバイクあっての画面ライダーだなー。 最終回ののオーープニングのシーングシ思い出しますねかっこ,よこんな感じで片足つけた状態で立ってるっていうのも非常にかっこいいんじゃないでしょうかとブラックサンではね南光太郎変身する前でもこのバトルホッパーに乗っているシーンってあったので今後発売予定のね南光太郎もこのバトルホッパー ににせられるるのかととというとこころろはねね気になるところですよ、ね、ちなみに気になる人もいたと思いますけども、シャドウムーンをバトルホッパーに乗せることもできます。もともとの仮面ライダーブラックにあったね、ネトラレを再現できるわけですよ。ブラックサンではそんなのやってないですけどね。まあ、意外と悪くはないのかな。でもやっぱりなんかシルバーが生えすぎちゃって、バトルホッパー埋もれてますね。ブラックサンのシャドウムーンに関しても、一応専用のバイクのロードセクターありますからね、あれがアーツ化するのかどうかっていうの まあ微妙なところですね緑に光った目も信彦の方についてくることになりますからねロードセクター単体で売れるのかというのはちょっと何とも言えないところですけどね。 仮面ライダーブラックさんに登場した左胸にこのマークが書いてある胸のパーツも属します。嬉しい。これもね、ようやく最終回の仮面ライダーブラックさん再現できるわけですよ。そしてこれがメインの付属品である赤目状態の仮面ライダーブラックさんのヘッドパーツでございます。しっかり真っ赤な目になってますね。非常に元々の仮面ライダーブラックに近くなっておりますし、クラッシャー部分なんか塗装変わって てるし暗めなシルバーになってる気がするなんか造形も変わってんのかなちょっとわかんねえな。こうやって比較してみるとやっぱりクラッシャー部分全然違うねこれ。造形自体は一緒なのかなかなり塗装が変わってるよね。普通のやつはなんかデジプリ感あるんですけども今回のやつはしっかり しっかりと塗装が入れられてる気がする。これはかなり大きな変化ですわ。ヘッドパーツと胸のパーツ差し替えて、この最終回の仮面ライダーブラックさんをね、再現できましたと。赤目は常時光ってるわけではないんですけども、いや、でもこれにすることによって、マジで仮面ライダーブラックに近づくというか、まあそれにめちゃくちゃ似るんですよね。かっ ヒロイックですね買い目になるとね。これがやりたかったのよ。半年ぐらい待ちましたからね。シャドムの緑の目も楽しみになってきましたわ。はい、剣持たせてみました。いや、これたまらんな。マジでほんとかっこいい。ようやくなんか、ブラックさんが本気で楽しめるようになりましたね。マークがない左胸のパーツもありましたけども、それ言ってしまえば劇中には登場しない姿になりますからね。本当に劇中に登場した最終盤の姿はこれですからね。かっこ なまあそのうちね、カマキリ怪人とか、創世王になったブラックさんはちょっときついからやめておこうか。まあ十分これだけでもね、遊べるとは思いますよ。赤い目の状態でバイクに乗せてみました。ついでに剣も持たせてみましたと、かっこいいですね。この状態では本当に最終回のオープニングのシーンでトンネル抜けるときとかにね、赤い目の状態でバイクに乗っておりました。あやっぱ赤い目っていいですね。デフォルトで黒い目のライダーっていうのマジで珍しいですからね。ここれをつけることによってすげー 広い国になるんですよそして、ノブヒコにライダーキックをお見舞いするブラックさんでございます。これがやりたいまでありましたね。目が赤くなってるだけじゃなくて、クラッシャー部分の見た目も良くなってるので、いや、通常版ヘッドもそうして欲しかったですね。もう出る機会はないとは思いますけども、まあ、ワンチャン再販とかであるのかなそれはそれで嫌ですけど、いや、本当にビジュアルがね、一気に高まってね、今回のバトルホッパーのセット買ってよかった。 はい、ということで、スイッチフィギュアツのバトルホッパー仮面ライダーブラックサンバージョンをね、見ていきましたと、バトルホッパー本体自体のクオリティは、予想通り非常に高くて、塗装精度も、合計も問題はなかったですね。ただ、やっぱりブラックサンを乗せてみると若干小さいのかなというところは、相変わらずフィギュアツのバイクの課題なのかなとは思いますね。アングルによっちゃそんなに違和感はないですし、今回は目つぶれるかなと思います。そして、ブラック ブックさんの赤目のヘッドと左胸のパーツですよね。これがあることによって一気に仮面ライダー感が出てね。すっげーお気に入りのものになってますね。シャドムのロードセクターは果たして商品化するんでしょうか。そこが来れば概むねブラックさん関係のね、アーツは終わりな気がするのでマジで頼みます。バンダイ。ということで僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダー系のフィギュアのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは YouTube でした。ありがとうございます。